ジブチ料理は、ジブチで食べられる料理。ソマリ料理、アファル料理、イエメン料理、フランス料理、インド料理の影響を受けて成立し、サフランやシナモンをはじめとして、中東で用いられるような出したような香辛料を使う、ことに特徴がある。香辛料を多く使うため辛味が効いた料理も多く、ファファーやジブチエンヌスープから、イタケルトーエットまで、多岐にわたる。また春は、 井戸あるイコールフィトルや、結婚式での披露宴などの晴れの日に食べられる、菓子であり、砂糖、コーンスターチ、カルダモンパウダー、ナツメグパウダー、ギーを材料とする。風味付けのために、落花生が用いられることもある。ジブチでは、朝食が重要視されており、お茶あるいはコーヒーを飲んで1日を始める人が多い。主食は、一般的には、ラッホと呼ばれる。 パンケーキのようなパンで、ワットと称されるシチューやスープと一緒に食べ合わせる。隣国エチオピアにおける主食であるインジェラに類似しているが、それよりも小さく薄い。また、牛肉のレバーや山用肉、菜の目切りにした牛肉のスープ、ジャーキーもよく出される。ラホは、蜂蜜、ギーをつけてお茶菓子としても食べられる。一コブラクダ肉、ジブチのレストランに似て、 昼食と夕食では、大抵足したようなシチューが出される。米もよく食されるが、日本で食べられる状態とは異なり、肉やバナナを付け合わせとして出されることが多い。首都タル、ジブチ市では、ステーキや魚が頻繁に食されている。パスタは、発祥地のイタリアのパスタソースよりも濃厚であり、シチューとして出され、肉を付け合わせとすることが多い。 サンブサインド発祥の三角形型の菓子のサさサがソマリアに入って生み出されたサンブサはジブチでも広く食べられている。ジブチで独自に進化したサンブサは唐辛子の辛味が効いている。ヤギのひき肉あるいは魚肉を主材料とする。前述の春場もジブチの至るところで食べられている。また、ジブチの定番料理の一つとしてガルウェイが挙げられる。 オート麦を牛乳で炊いたカユの一種で、クミンなどの香辛料が効いており、ラマダン時によく食される。さらにマンゴーやクワバ、バナナなども根強い人気を誇る。ありがとうございます。